くる久保でございます。まあ皆さんはですね、人生最大のピンチ、まあとはいかなくても逆境に陥ったことってあるでしょうか。で、逆境に陥った時、そしてトラブルに巻き込まれた時、自分の思い通りにいかなかった時っていうのは、実はですね、自分自身の進化が問われる時ってよく言うんですよね。いわゆる自分の期末テストが来たようなもんなんですよ。順調にいってる時って、自分が対してですね、あれこれと手を回さなくても、あれこれと頭を使わなくても順調にいくから順調にいってるわけなんですよね。その時は風に乗ってふわふわと飛んでいればいいわけなんですよ。もちろん何かをそこでアクションしても順調にいってますから、もっとうまくいくってこともあると思います。ところがですね、うまくいかない時、どういうことかっていうと、自分が手も足も出ないという状態の時ですね。その時に自分がどう考え、どういうふうにそれを乗り越えていけるかっていうのは非常に重要なんですよね。多くの方はそういうふうに自分がうまくいかない時に、誰かに対して責任を転嫁したり、誰かに対して恨みつらみをね思ったりとか、口汚く罵ったりするわけなんですよ。こういう人ってのはそこで終わるんですよね。そこで終わってそこ止まりになってしまいます。まあですんで、順風満帆に行く人生ってのは来ないですし、チャンスってのはもうね永遠に来ない人だと思うんですよ。まあなぜならチャンスっていうのはピンチの中に、逆境の中にしかないからなんですよね。うまくいかない時、トラブルに巻き込まれた時に、そういう時にですね、じゃあ自分が今まで打ったことのない手を打ってみるかってところで、一歩も二歩も前に進めるわけなんですよね。ですんで、自分がうまくいかなくなった時に、さあ自分がそこを乗り越えてね、さらに大きくなれるのか、それとも腐ってですね、人のせいにして暴言を吐いて打つ手がないのかっていうところで、まあ、決まってしまうんですよね。まあ、皆さんの人生の中にもこれからもそういう時ってあると思いますけども、ぜひねピンチが訪れた時に、それはチャンスに変えることができるっていうふうに考えていただきたいと思うんですよね。まあ、特に私の動画を見てる方っていうのは、現状を変えたいとかね、お金を稼ぎたいとか、いろんな悩みをなくしたいと思われてる時だと思うんですよ。何かしらのトラブルに巻き込まれてると思うんですよね。そのトラブルをどういうふうに捉えていくか、自分を成長するチャンス、期末テストが来たと思うのか、それとも自分は全く悪くないのに世の中に責められている、誰かに陥れられている、誰かが自分に対して不誠実な態度を取っているっていうことで腹を立てて終わってしまうのかと。まさにこれ終わってしまうんですよね、ここでね。そうではないんですよ。自分が二束三文だからトラブルが来てるってことに気づかないといけないんですよね。自分がもう黄金の皇帝だったらどんなトラブルも来ないんですよ。なんでトラブルがあるのかっていうと、自分が二束三文だからなんですよね。ここを忘れないようにした方がいいんじゃないかなと私は思いますね。ですんでね、自分に見合った状況が日々来てるってことなんですよ。自分が誰かに騙されるとしたら、それはね、騙されてもしょうがないような人生を送ってるってことなんですよね。以上ですね、今日はちょっと厳しい話になりましたけども、きっとですね、多くの方の役に立てるような言葉が随分詰まっていたんではないかなと思います。自分の力量に応じた今日があり、自分の力量に応じた明日があります。ピンチの中にチャンスを見つけれる人、ピンチをそのままピンチにする人、チャンスをピンチに変えてしまう人、様々でございますよね。では本日は以上です。失礼します。